休憩前に引き続き会議を開きます。34番佐康志議員。皆さんこんにちは。公明党の久井康でございます。質問通告に従い順に質問をいたしますので、市長並びに理事者におかれましては誠意ある答弁をよろしくお願いいたします。それでは大きな項目の1、防災行政について、括弧1、防災情報マップの活用について伺います。長崎市のホームページにある危険箇所マップ、災害情報の一覧において土砂災害ハザードマップの表し方は、地区別検索から町単位の土砂災害警報警戒区域、土砂災害特別警戒区域と細分化された災害情報が提供されていますが、洪水情報を検索してみると、浦上川と中島川に関する洪水情報マップのみであり、町単位での洪水情報を見ることはできません。ところがホームページ上に存在しないところで、各自治会単位に独自の地域防災マップが作られている地域があります。地元が過去の経験をもとに地域の中で土砂災害や浸水警戒区域と避難所またまで一緒に掲載されている現場情報が満載の地域防災マップです。できればこの地元の災害情報が詰まったマップを広く市民に周知し、命を守る自助努力を進めていくためにも公開することが必要と思いますが、本市の考えをお聞かせください。次に括弧2、拠点避難所の環境整備の充実について伺います。拠点避難所として設けられている施設は、ふれあいセンターが中心であります。実際に数箇所、避難場所として調査をしたところ、特に改善が必要と感じた箇所が、和式トイレが洋式化されていないことや、多目的トイレの設置場所と避難部屋との動線に課題があること、また、オストメイト機能がほとんどついていないこと、オストメイト機能がついていないのであれば、それをカバーするために、マイヒロ便座に変え、ウォシュレットをつけることにより、少しでも改善できないのか、また、ある施設においては、エレベーターが後付けのためか、各部屋を結ぶ動線に段差があり、バリアフリーでないこと、駐車場を数台完備している施設もありますが、障害者専用のスペースを設けていないなど、課題が目立ちます。また、今回の台風9号、10号を経験したことにより、今までにない視点で拠点避難所の環境整備が求められることになると思います。本市の考えをお聞かせください。次に大きな項目の2、平和行政について、括弧1、核兵器禁止条約発効を見据えた長崎市の取り組みについてお聞きします。被爆75周年を迎えた今、核兵器禁止条約の批准国があと6カ国まで迫りました。9月26日は国連総会核兵器廃絶のため、通常であれば国際デーとしての開催日に合わせて50カ国を目を目指している国が多数手を挙げる可能性が増したかもしれません。令和2年2月議会においては、向山議員の質問に対して田上市長は答弁の中で、締約国会議の開催については情報収集に努めるとありましたが、現時点でどのような進捗状況であり、また締約国会議にオブザーバー参加については本市としてどのように取り組んでいこうと思われているのかお示しください。次に大きな項目の3、感染症対策について、括弧1、新型コロナウイルス感染症とインフルエンザの同時流行への備えについてお尋ねします。今年の冬は例年のインフルエンザの流行に加え、新型コロナウイルス感染症との
同時流行が心配されています。感染症予防と重症化予防との観点からインフルエンザワクチンの需要が高まる可能性があります。そこでインフルエンザへの備えを拡充することを決めた自治体もあるとお聞きしています。具体的には65歳以上の高齢者、基礎疾患を持つ60歳以上の方、医療従事者、高齢者と障害者施設、保育所、幼稚園、放課後児童クラブ、小中学校、特別支援学校の職員など対象者を拡大してインフルエンザの予防接種の自己負担を補助する支援事業を促進しようと取り組んでいるようです。本市においてはどのような対策を考えているのかお示しください。以上で本段階の質問を終わり、答弁をお聞きした上で自責より再質問をさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。市長、公明党、久井康史議員の質問にお答えします。2点目の平和行政についての括弧1、核兵器禁止条約発効を見据えた長崎市の取り組みについてお答えします。核兵器禁止条約は、核兵器の全廃を目指し、核兵器を作ることも、持つことも、使うことも、すべて国際法違反とした条約です。現在、条約に署名した国は84カ国、そのうち44カ国が批准しており、条約の発効に必要な50カ国まであと6カ国となっており、年内の条約発効への期待が高まっています。この条約は、50カ国が批准した日から90日後に効力を生じ、締約国会議は第1回会議が条約発効後1年以内に、第2回以降の会議は原則2年ごとに国連事務総長が招集することとなっています。第1回締約国会議の長崎誘致については、今年2月議会のご質問以降、国連や非政府組織 NGO などへ情報収集を続ける中で、条約発効が目前に迫り、締約国会議に向けた協議が本格化するとの情報が得られていますので、今後とも情報収集に努めていきます。次に、締約国会議へのオブザーバー参加については、条約本文に締約国会議に招待する団体として、関連 NGO が挙げられており、国際 NGO である平和首長会議として参加できる可能性が高いものと考えますので、広島市と協議の上、参加の方向で検討したいと考えています。また、核兵器禁止条約をさらに実効性のあるものにするためには、核保有国やその同盟国など、多くの国が議論に参加することが重要ですので、今後、平和首長会議をはじめ、さまざまなネットワークを通じて、締約国以外の国のオブザーバー参加について働きかけていきたいと考えています。核兵器禁止条約は、被爆者や被爆地の長年の願いと努力が実を結んだ結果、条約であり、この条約こそが世界の規範であるという国際社会の潮流を作り、それを確立することは被爆地長崎の悲願ですので、機会を捉え、しっかりと役割を果たしていきたいと考えています。以上、本段からの答弁といたします。管理官、ご質問の1点目、防災行政についての括弧1、防災情報マップの活用についてお答えします。地域防災マップにつきましては、地域の皆様が自分たちの住んでいる地域に潜む災害への脆弱性や近くの指定避難所、避難方法などを確認し合いながら作成することで、日頃から防災について考え、迅速で
安全な避難を促進することを目的に、平成23年度から取り組んでいるもので、令和元年度末までに545自治会、自治会全体の約6割で実施しております。出来上がった地域防災マップは、作成地域の全世帯に配布しており、目につくところに貼っていただくなど、日頃から活用いただいているところです。地域防災マップの作成にあたっては、地域の方々が過去の経験や伝え聞いたことなどの意見を出し合いながら、その地域に住んでいる住民ならではの視点で、思い思い自由に記載していただいております。このような市民が作成したオリジナルの防災マップを地域での防災の取り組む事例として公開することは、地域の方々の避難の参考となるとともに、マップを作成していない地域に対しての啓発にもつながるのではないかと考えております。今後につきましては、作成した地域の方々のご希望をお聞きした上で、地域防災の取り組み事例として、ホームページで紹介していくことを検討してまいります。いずれにいたしましても、地域防災マップ作りなどの取り組みは、住民の皆様の自助・共助意識の醸成に必要となるものでございますので、工夫や研究を重ね、取り組んでまいりたいと考えております。続きまして、ご質問の1点目、防災行政についての括弧に、拠点避難所の環境整備の充実についてお答えします。長崎市では、大規模災害時において、長期避難生活に対応できるよう、一定の環境を整えた拠点避難所の整備を、市内42カ所で現在進めております。これまでの避難所における環境整備の取り組みといたしましては、平成24年度から平成27年度までの期間、避難所として指定されている小中学校のトイレの洋式化36カ所、段差の解消50カ所を実施しているところです。その他、民間所有の避難所につきましては、平成24年度に指定民間避難所改修費補助金制度を創設し、トイレの洋式化の改修を支援することで、現在はすべての避難所に洋式便器が設置されています。次に、車椅子使用者用駐車スペースの設定と段差の解消でございますが、既存施設の構造や敷地の関係上、整備が難しい場合もございますので、そのような施設では職員による解除などソフト面での対応を想定しております。また、拠点避難所の環境整備においては、すべての拠点避難所に多目的トイレを設置することとしており、現在、設置していない施設については、オスメイト対応の多目的トイレを整備することとしています。なお、既存の多目的トイレのうち、オストメイト対応でない設備につきましては、介護用としても有用であることから、前ヘロ便座の設置ができないか検討を行ってまいりたいと考えております。いずれにいたしましても、避難生活において、多様な避難者への配慮は重要なものであると認識しておりますので、引き続き避難所の環境整備に取り組んでまいります。以上でございます。市民健康部長。ご質問の3点目、感染症対策についての括弧1、新型コロナウイルス感染症とインフルエンザの同時流行への備えについてお答えいたします。例年の季節性インフルエンザの流行期では、多数の発熱患者の発生が想定されますが、季節性インフルエンザと新型コロナウイルスは臨床的に識別することは困難とされています。また、今年度の秋冬は、新型コロナウイルス感染症の流行が懸念される中、インフルエンザワクチンの需要が高まる可能性がございます。こうした状況を踏まえ、国は各自治体や関係団体と連携して、インフルエンザ流行に備え、1点目として、地域の実情に応じて、多くの医療機関で発熱患者を診療できる体制を整備する。2点目といたしまして、インフルエンザワクチンの供給量を確保し、効率的なワクチン接種を推進する。3点目で、新しい生活様式の徹底をはじめとする公衆衛生対策を進めるという3つの基本的な考え方をもとに、
都道府県を主体として流行に備えた体制の整備を行うことといたしております。現在長崎市ではインフルエンザの感染や重症化の予防策として、高齢者の方や生後6ヶ月から就学前までの乳幼児を対象に助成を行っています。議員ご提案のインフルエンザワクチン接種にかかる費用の助成についてでございますが、自己負担額の減額や助成の対象を拡大し、多くの方に接種していただき、インフルエンザの感染や重症化を抑えることの重要性については十分認識しているところです。しかしながら、国からは助成拡大によるワクチンの需要量が急増した場合、需給が逼迫し、かえって接種を受ける機会の確保に支障をきたす懸念が示されております。このため、まずは県と連携し、高齢者と優先的な接種の必要な方の呼びかけや、発熱患者を診療できる外来検査体制の整備に注力したいと考えています。なお、1週間あたりのインフルエンザ感染者数を示した市内17の医療機関におけるインフルエンザ発生状況によりますと、流行のピーク時における1医療機関あたりの発生人数は、平成30年は 59.5 人、平成31年は 58.3 人に対し、今年は 28.4 人と約半分に減少しています。これは新型コロナウイルスの感染症予防対策の基本である手洗いやマスクの着用等の呼びかけが効果を上げたものと考えられます。今期のインフルエンザの流行に備えた外来検査体制等の整備については、長崎県が主体となって推進し、10月中をめどに完了することとされておりますので、長崎としましても県や医師会等と連携してしっかり準備を行っていきたいと考えております。以上でございます。34番久康議員。はい、一通りのご答弁、ありがとうございました。それでは再質問に移らせていただきます。まず平和行政について、再質問させていただきます。条約発効がですね、もう間近に迫っておる中でですね、被爆都市長崎として何ができるのかということで、例えばですね、対人地雷禁止条例というのがあるんですけど、条約に関する知見が集約する基盤及び条約の事務局として、対人地雷防止条約支援ユニットがジュネーブに事務局として設置をされています。長崎という被爆地としての地としてのですね、被害者支援という知見からですね、事務局を置くとか、そういった検討ができるかもしれません。核兵器禁止条約第8条締約国会合の5においてですね、締約国の会合及び検討のための会議には、この条約の締約国でない国並びに国際連合及びその関連機関の関連する主体、そのほか関連する国際的な地域的な機関においてですね、オブザーバーとして参加する、招集することがですね、実は書かれております。長崎もですね、地域的な機関として、オブザーバーとしてですね、出席することが可能ではないかと思われます。よって、被爆地としてですね、何か支援ができないのか、被爆者の思いが入ったですね、条約を作るお手伝いができないのかと、広島市とですね、合同でさまざまな条約履行の支援の可能性を探るためにもですね、長崎広島合同の条約履行プロジェクトチームなどを作ることを提案したいと思いますが、いかがでしょうか。原爆被爆対策部長。再質問にお答えいたします。広島市と合同でプロジェクトチームをということですけれども、長崎市ではこれまでも同じ被爆地として、また平和首長会議、それから日本非核宣言自治体協議会などを通じて、さまざまな形で広島市とは連携しながら核兵器廃絶を訴えてきたというところです。現在まだ締約国会議にどのような形で参加できるかはまだ明らかになっておりませんが、いずれにしても広島をはじめ平和首長会議、それから国連、各国の政府、それアイキャンなどの NGO などと連携しながら、条約発効にかかる核兵器廃絶への流れを後押しするために、締約国
国会議に向けた被爆地としての機会をとして機会を捉えて、しっかり被爆地からのメッセージを、広島市とも話をしながら届けていきたいと思っております。国連機関の事務局というような話もございましたが、そういうところも含みまして可能性があるのか、そういうところも情報収集をしてまいりたいと思っております。以上でございます。34番久康議員。はい、今からですね、そういった何ができるかという準備をですね、ぜひとも探っていく中にですね、具体的な長崎においてのですね、あり方というのを作り上げていっていただければなと思います。要望とさせていただきます。またこの条約の発効にあたってですね、発効後のことをやっぱり考えていかないといけないのではないかと思います。実際発効においては批准国が50カ国でございますが、これがやっぱり60、70、80とですね、どんどん世界に広がっていく、地球規模でですね、人類の規範として広がりを見せていくことがやっぱり大事ではないかと思われます。この広がりをですね、進めていく発行後のですね、大事な取り組みの一つとしてですね、長崎広島市で一緒になって頑張っております海外原爆展のやっぱりあり方があるんですが、この発行後ですね、このことについてどのように取り組んでいく考えがあるかお示しください。原爆被爆対策部長。再質問にお答えいたします。ご質問の海外原爆展は、被爆の実相を伝え核兵器廃絶の世論を醸成するために広島市と共同で平成7年度から取り組んでおりまして、昨年度までに19カ国延べ59都市で開催をしております。今年は現在もアメリカハワイの真珠湾にあります戦艦ミズーリ記念館で開催をしております。その会場では大やけどを負った被爆者の写真や被爆者が着ていた衣服などの展示、それからオンラインでの被爆体験講話などを行っております。ご質問など、条約発効後の原爆展のあり方につきまして、現在開催都市の決定選定は核保有国を中心に行ってきましたけれども、核兵器禁止条約の署名国で批准に至っていない国もあります。84カ国中44カ国ですので、そういったことを踏まえて今後そういう国を対象にするということも条約批准への後押しになると考えておりますので、広島市と協議をしていきたいと思っております。それから今後核兵器廃絶の機運を盛り上げるためにも、現在の展示被爆の実相の展示に加えまして、今後平和の文化を根付かせるために若者を中心とした未来志向への取り組みの紹介を新たに加えるなど、この点についても広島市と協議を今現在始めております。被爆者がいなくなる時代が近づく中で、被爆の実相を伝え平和の尊さを訴える海外原爆展は今後ますます重要な取り組みとなると考えておりますので、海外原爆展の充実に努め、核兵器禁止条約こそが世界の規範であるという国際社会の潮流を作っていきたいと考えております。以上でございます。34番久康議員。はい、ぜひとも海外原爆展ですね、視点を変えた、ところでしっかりとですね、広がりを作っていけるように、また批准国のですね、拡大にもおいて大きな役割を果たしていただけるようよろしくお願いいたします。この批准国ですね、実は50カ国ほとんどが、あまり大きな国ではありません。ですからこの運営にあたってはかなり経済的にも苦労するのではないかと言われております。ですから例えば、運営にあたってのですね、基金の創設とかそういったことがこれから出てくるのではないかと思うんですね。ぜひとも広島市とですね、歩調を合わせてそういった取り組みをやっていかない、といけない方向性がどんどんさまざま出てくるのではないかと想像されます。そこでですね、長崎市においてはその取り組み、また検討研究をするためにですね、長崎市においてですね、核兵器禁止条約履行推進室をですね、設けてはどうかと思いますが、見解をお願いいたします。原爆被爆対策部長。再質問にお答えいたします。今現在、核兵器禁止条約、平和推進の取り組みについては、原爆資料館であります平和推進課の方で担当をさせていただいております。今新たなそういう推進室を作ってはどうかというご提案をいただきましたけれども、この条約を推進するために長崎市が果たす役割、この業務量がどのくらいになるのか、そういったことをですね、今後
見極めまして、またそういうふうな質まで必要であるということになればですね、また総務部ともお話をしていきたいと思いますが、現在のところではですね、また平和推進課の方で担当させていただきたいと思っております。以上でございます。34番久康議員。はい、これからどんどん変化をですね、がある中で対応していくと、自然的にそういった体制づくりっていうのを強化していくということについて、しっかり取り組んでいただければと思います。要望とさせていただきます。それでは次にですね、防災関係に移っていきたいと思います。マップの話を少しさせていただきます。地域防災マップですね、非常に地元においてしっかり作り込んでいる内容がございます。避難所からですね、防災の在り方、それから逃げる動線とか、そういったところがイメージされるですね、ものになっております。ぜひともこの防災マップですね、今6割ぐらいしか実は地域においてできていないと聞いております。あと4割をですね、しっかり地域防災マップを作っていくような方向をですね、お作りいただければと思います。またこの流れをですね、大事に使うには、いざとなったときにどう逃げるかという、今度はシミュレーションがしっかりと作られることが大事じゃないかと思います。ぜひとも活用、地域防災マップのですね、活用という意味で、例えば冠水浸水する地域においてのですね、どのタイミングで逃げるのかといった、そういった対策強化、逃げ遅れ防止の対策強化、そういったことについてしっかり取り組んでいただきたいと思いますし、また災害時の避難シミュレーションの作成というのをですね、地域別に作ってはどうかと思います。このことについて、現状どうなのかですね、分かる範囲で結構ですので、お答えいただければと思います。はい、危機管理官。再質問にお答えいたします。これまで地域防災マップにつきましては、各自治会、連合自治会等と一緒に作ってまいりました。今後につきましては、地域コミュニティ連絡協議会、それと消防局と連携を取りながら、そういった防災活動、地域防災マップの作成も含めまして、やっていきたいと思っております。以上でございます。34番久康議員。あと4割をですね、しっかり仕上げていくのと同時にですね、できれば今ホームページにも載せていただければという話もしてますが、サテライト別にですね、今4つの地域に分けられておりますが、防災情報マップの冊子をですね、できればお作りいただけないかと。アナログ版になります。実際ですね、停電であったりさまざまな時に活用できるものとしてですね、シミュレーションを作っていく中でも必要じゃないかと思いますので、ぜひとも要望とさせていただきたいと思います。次に拠点避難所の内容に入りたいと思います。実際今回拠点避難所ですね、回らせていただいて、台風15の被害もかなり大きなものがございました。多目的トイレというのがどこも今から作って完備をしていくとあるんですが、実際オストメイドがほとんど入っておりません。それを保管する方法として、マイヒロ便座とか、そういった工夫が必要かと思います。ぜひともこれもですね、進めていただきたいと思いますし、また実はですね、授乳室とか、授乳室ですね、赤ちゃんの飲む、食べるじゃないんですけども、そういったお部屋がありません。それとですね、ベビーチェアであったりとか、またおむつの台座、そういったものもありません。実際ですね、大人用の分も必要になってまいりますので、収納式の多目的シート、そういったものもですね、ご検討を願えればと思います。介護においても使います。またこの中でですね、いろんな課題も今回15台風の中でありました。ある障害をお持ちのですね、家族の方がどこに避難していいのかというお問い合わせをもらったときにですね、防災危機管理室にお問い合わせをさせてもらったんですが、残念ながらその避難先の、ここに行けばいいですよというお答えはなかったんですね。ですからぜひともですね、そういった、大変なケース、これからどんどん出てくるかと思いますので、要望といたしましては、障害者のためのワンストップ相談、窓口というかですね、電話においてで構いませんので、今防災上ですね、防災危機管理室が一手に引き受けておりますが、そういった
障害のある方々のですね、対応ができるような窓口の設置もお願いをしたいと思います。これも要望とさせていただきます。この防災関係もですね、かなり、ありました。ぜひともですね、これからの検証をしっかりやっていただいて、そのことをですね、次の時につなげていただければなと思います。それとまたインフルエンザ対策ですね、周知においてしっかりとこれからかなりの変化が出てくるかと思います。いろんな意味でですね、また問い合わせもあるかと思いますので、対応できるように用意の方をしっかりやっていただければと思いますので、よろしくお願いします。以上でございます。